モショブツェは昔の地域名のトゥレーツにある最大の村の一つである。現在はスロバキア北部のジリナ県のオークレス・トゥルキアンス系テップリツェに属している。現在残っている多くの歴史的な建物について770年以上前のものであると考える根拠がある。初めて記録にその名が現れるのは1233年のエンドレニセオーの譲渡証書である。最初、 モショブテは二つの村からできていた、最初の一つ、マハイウフマクフィウは、今日のスタリーラドスタリラットにあった。そして、現在の村の名前の元となった、テルラモイシュ・テラモイズは、現在のビドゥルモフ・ビデマックにあった。第二の村の名前テルラモイシュという言葉が、モイシュ・モジョズの土地を意味するところから、前村が、モイシュという人物の所有であった時期があると、考えられている。 モイシュという名前は、ボイチェックやモジョミアと、同じく混合のスラブの名前モジョテックの省略形で、あるかもしれない。年を減るにつれ村の名前は、マーゾビッチ、モッサックス、モスウエックス、ビーシャレギアミオズアリョノミネマーゾビッチ、オピディオウムメイアススウモサックス、モッサックスオリームメイアス、そして現代のモショブツェへと変化してきた。モショブェの別の村の昔の地名ホルヌココニコブは、 チェルナコーサーニコーブとなって現代に伝わっている。はじめ、モショブツェは自由宣言された皇帝領であった。14世紀中頃から都市圏を持つ町としてブラトニツァの王城に従属する。1527年に霊媒家の手に下り、以降400年間、霊媒家はモショブツェの都市圏を抑制した。以前、モショブツェはトゥリック地域の重要な手工業の中心であった。 モショブツへの主工業は大変発展し、およそ15のギルドが活動していた。ブーツ製造業者のギルドと最も有名な、毛皮商人のギルドは長い間存続した。現在のモョブ物ェは、多くの見どころを有する観光地である。モショブツへの環境は独特なものである。歴史的な並木道と、林は TLST をピークとする、ベルカーファトラ山地の森林景観に延長として、 働く、神秘的で、印象的な景色を作成する。この山脈はスロバキアで、最も魅力的なものの一つである。ブラトニツカー及びガジェルスカーの近くの谷の美しい、性質と、同様、素晴らしい形の石灰岩とクハイ岩は、世界の各地の人々を引きつけている。モショブカと呼ばれる渓流がモショブツェを流れており、この渓流は二つに分流する。 上野渓流と呼ばれる本流はかつて水車に利用されていた。ザ・ルテラン・チャーチアット・モスサベ重要な名所の一つは広大な英国式庭園にある18世紀後半のロココ様式の邸宅である。他には JN カラーの出生地、古代人と同じ場所に建設された貴重な祭壇を有するカトリック教会1784年建造のプロテスタント教会現在は 工芸博物館として使われている、マウソレウム、モダニズムの音質、1800年建造のシンゴシック様式の庭園パビリオンなどの名所がある。モショブ物ェは、数々の著名人を輩出している。フリツオカ・フェンダ、アンナ・ラツコバー・ツォラ、ステファン・クルチェメイリ、イユール・テサーク・モスースキー、ミロ・スラウシミードなどである。モショブツェ出身の最も重要な人物は、おそらく、スラブの詩人、 哲学者、デプロテスタントの司祭であった、ヤーン・コラールである。彼の史的作品、スラブの娘は少なくとも二つの国家の文学に大きな影響を及ぼした。彼の作品は、現代の愛国者と国家活動家のための基礎と動機として、しばしば引用される。彼の作品は、数々のスラブ諸語に翻訳されるとともにヒスラブ系の言語にも翻訳されている。 この村は農業と漁業の学校を運営しており、この学校は中央ヨーロッパに数校しかないこの種の学校の一つである。毎年開かれる行事として10月初めに開催される伝統のマスオブスキー・ミチャルスキー・ジャーモックがあり、このフェアはスロバキアで開かれる最大級のものである。この他に8月末に RZ ・ドライノック・カップ・バレーボール・トーナメントが開かれる。 この大会は1977年に始まったスロバキア最大のアマチュアのバレーボールトーナメントであり、約90チームが参加する。姉妹都市アーカイブされたコピー。2006年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年11月17日閲覧。ありがとうございます。